それでは、it プラス不定詞のコンビネーションについて学んでいきましょう。いや、これはね、よく使うんだけどね、意外に結構何も分からずに使ってる子が多いので、まず、この it is の it とは何者なのかっていうところを押さえておこうか。it というのは、これ一体何だよっていう、それっていうふうに言うじゃないんだね、実は。この it というのは結構奥が深くて、最初はね、具体的な情報がない言葉なんです。だってそれって指し示してる時に、それは何なのっていう話に なってくるでしょ。で、これを今まで学んできたこの追加の要素、補っていく要素があるからこそ、この it is 何々何々って補っていくから、結局はこの it というのは状況を表す単語になっていきます。よくね、状況の it とかっていうふうに言われるけども、じゃあこの it っていうのは、じゃあ具体的にどういうふうなイメージなのかっていうのを見てもらいましょう。 it というのは情報をとにかく追加していきます。だからイメージ的にはこんな感じで追加して、で、まあ、場所がこう分かったでしょ。で、さらにこう天気とかねが分かってきて、そしてさらによいしょ、ね、登場人物や物っていうのをこう追加していく、こんな感覚なんです。だからこそこの it is to 不定詞というのはどんどん状況が追加されていきます。まずは It's difficult っていうふうに始まります。この It's difficult っていうことは、 difficult なこのイメージがね、まあ、聞き手には伝わってきます。例えばこんな感じでね、雲行きが怪しい、でも実際にこれね、ちょっと朝方の朝のこう曇り空っていうのをちょっと選んでみたんだけど、 It's difficult to get up in the morning. To get up in the morning. 朝早く起きるのは大変だよと。つまりto get up in the morning ということになるわけだね。で、こういうふうに追加していくわけです。じゃあ、どんどん見てみましょう。It's interesting. 面白いんだよっていう、興味深いんだよっていうことだよね。ということは、その聞き手はどういうイメージかっていうと、こういう感じで、その好奇心がこうパチパチパチってこうね、ね、こう溢れているわけです。It's interesting. で、どんなことかというと、To read a scientific article. 科学論文を読むことはということ。いや、こんなことがわかるんだ。こんなことがもう現代はね、研究がで明らかになってんだっていうことです。こんな感じで伝えていきます。さらには、この例文はどうでしょうか。おっと、川が流れてるね。I found it.このね、I found it っていうので、find っていうのは見つけるとか気づくっていうことでね、分かったんだってことだけど、じゃあ何が分かったのか。I found it dangerous。危険だってことが分かった。つまり危険だっていうことは、ネガティブなイメージが入るわけです。で、そして、to swim in the river。to swim in the river。先にリバーの方を出しちゃってたけども、この川で泳ぐのは気づいたんだ、危険だってことにねっていう形なんです。だからやっぱり it の後ろにはどんどん情報が追加されていくっていうことなんだね。さあ最後に I saw it wise I saw it wise 賢明だと思いました。賢い、そんな感じかな。おー、インタリな感じがしますね。で、どういうふうに賢明だと思ったのか。To let you know in advance. To let you know in advance. 前もってお知らせした方がということで、ね、ちょっとビジネス的なね、会話になると思います。こんな感じで、it のイメージというのは追加されていくってことを覚えてちょうだい。いいね。it は状況の it なんだけど、追加されるから状況の it なんだということです。All right, everybody. Talk to you later.